ピーター・マイケル・コズマは、アメリカ合衆国オクラホマ州タルサ出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のアトランタ・ブレーブス参加所属。2007年の MLB ドラフト1巡目で、セントルイス・カージナルスから指名され、プロ入り。2011年5月18日の、ヒューストン・アストロズ戦で代打として出場し、メジャーデビューを果たした。 2012年は8月31日に故障者リスト入りしたラファエル・ファーカルに代わってメジャー昇格。トリプル A 級メンフィスレッドバーズでは打率232だったが昇格後は打撃好調で26試合で打率333を記録した。ワシントン・ナショナルズとの地区シリーズ第5戦では9回表に決勝の2点的自打を放った。 2015年11月2日に40人枠から外れ6日に FA となった。2015年11月30日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結び2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2016年は参加のトリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースでプレイし130試合に出場して打率。 209? 日本類が32打点11盗塁を記録した。2017年4月2日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。4月28日に開幕から故障者リスト入りしていた声優劇種のディグレゴリウスの復帰によりリーフとなった。2017年4月30日にウェーバー工事を経てテキサスレンジャーズへ移籍した。月日に ディーフとなり23日にマイナー契約で AAA 級ラウンドロックエクスプレスへ降格した。8月13日に自由契約となった。2018年1月9日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結び同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕は参加の AAA 級トレド・マット・ヘンズで迎え5月8日に メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月1日にディーフとなり、4日にマイナー契約でトリプル A 級トレードへ配属された。9月14日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年メジャーでは27試合に出場して打率、217、1本類打8打点を記録した。レギュラーシーズン終了後の10月24日に、 FA となったが11月9日にマイナー契約で再契約した。2019年はトリプル A 級トレードでプレーし88試合に出場して打率2637本塁打51打点に投塁を記録した。オフの11月4日に FA となった。2019年11月19日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結び 2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。